どうも、ニューヨークです。お願いします。さあ、今回は何をやりますか？今回は、はい、非公式のツイッターアカウントで、はい、ニューヨークボットっていうのがあるんですよ。はあ、僕ら全く知らないですもんね。で、この中で、はあ、から、クイズを出したいと思います。はいはいはい。2人は何を言ったのかと。なるほどね、はい、はいはい。どれぐらい昔かによるな。で、いくつかピックアップしましたので、はい、出したいと思います、はい。第1問、2016年2月13日 NYCC よりニューヨークシティコップス、うん、あ、そうだ、そんなライブのね誰が作ってくるの？ライブのね、とこから抜粋したりもしてんだ。俺らのトークライブね、ニューヨークシティコップス。トークライブだよ、だってお客さんも50人くらいしっかり。50人もらなかったよ、37とか。ああ、うん。え、2016年、2月13日。当てられなさそうだな、それさすがに。屋敷が言った岩盤浴について。は？屋敷が、屋敷、カップルがイチャイチャしてて、うん、それが縁になってんね、うん、うん。で、島さん、マジでもう〇〇じゃん。さて、〇〇に入るのは何でしょう？わかんねえ。わかんねえ。カップルがイチャイチャしてて、それが縁になってる。岩盤浴？多分あれの話やな、あの、熱波みたいな、なんつうの、うん。こういう風を送る人もやん。あれに行ったみたいな話したんかな。あ、そんで縁になってんだ。そうそうそう、縁になっとって、そう、もう何々じゃん。覚えてねー。それ全然覚えてない。なんでそれをボットにしたの？おもろかったってことかな。ハプニングバーじゃん。正解。おお。すごい。まあ言いそうっていうだけだけど、ね。なるほどね。ああ。ほう。あ、言いそう。でも確か俺も思ったわ。なるほどね。はい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 。なるほど。なんでそれをボットにしようと思ったの？名言とかギャグとかでもなんでもないけど。すごいな。ありがとうございます、まあ、そんな時から。次いきます、はい。2017年2月24日、うん、嶋佐アンド屋敷。単独だね。単独ライブ、うん。嶋佐、席を見渡して、ちょっと空いてますね。うん、これに屋敷が、〇〇があるからね、全部〇〇のせい。あ、〇〇があるから、ね、全部〇〇。その〇〇同じ言葉ってことですか？いつでしたっけ2017。なんか裏で何かやっとったってことじゃん。多分そうだね、俺ももう多分同じ時間帯に多分なんか別のイベントがやってて、それだと思うな。そうだ、俺当てていいですか？うん。ソルティーズ。違います。あれ、考え方合ってるでしょ多分。嶋佐&屋敷、うん、じゃないよね、うん、こういうシステムというか、そうですね、はい。え、何々があるからね。あ、違うんだ。全部まるまるのせい。てか空席なんかあったっけな。あ、わかったかも。転売屋。まあそれみたいなことなんだけど、じゃあ正解は、うん、チケットキャンプ。懐かしい、チケットキャンプ。懐かしい。多分なんか当時チケットキャンプがもう話題になったんですよね。そう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 。急になくなったな、チケットキャンプって。そういや、今もあんのかな。ないないない、なくなりましたよね、チケットキャンプって。へえ、懐かしい。そう、チケットキャンプで買って高い金で売ろうとしたけど売れへんかって、本人も来へんかったみたいなせいで空席があったりとかすんのよ。そうだね、あった。だから買いたいとか買えへんかったのにみたいなの、すごいムカついてたんやろな。あったわ。あったあったあった。懐かしい、あ、久しぶりに聞いたわ、チケットキャンプ。2014年2月17日、彩りジュニアオーディション。彩りジュニアオーディション？ MC や、多分。誰このボットの主？マジで。で、屋敷のセリフ。僕が屋敷で、こいつが嶋佐っていう何々でやらせてもらってますけども。それは分からない。ボケてるよね、多分。僕が屋敷で、こいつが嶋佐っていう、うん、〇〇〇〇で
やらさせてもらってますけど、〇〇〇〇はどんくらいの、結構一言って感じですか？一言ね。全然わからん。やっぱもうライブはわからんな。僕が屋敷でこいつが下さんっていう、もう一言だけですか？うん、うん、まあ人一単語ね。一単語、うん、漫才コンビみたいなことですよね。そういうことね。なんだろうな、僕が屋敷でこいつ、二人とも変わった名字でみたいなのよね。でも一言じゃないもんね、うん、変な名前？違います。イケメンコンビ。あっ、それ違います。そんなん言いそう。違う。違う。正解は、はい、かわいこちゃん。どういう意味？なんかランパンプスとかのことをいじってんのかな。いや、まあイケメンみたいなノリじゃない？イケメンコンビみたいなノリで言ったじゃん。ああ、なるほど、ね、ちょっとなんか滑ってるな。ちょっと今のはちょっと恥ずかしい。7年越しに恥ずかしかった。2015年4月11日懐かしい。ニューヨークのオールナイトニッポン R、 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 初回、ゼロなる前、初回じゃない、ゼロ単発。そう、単発だよね。だから一番最初だ。うん、この屋敷のハマーって誰かとかが乗る車やからね。本来いろんなもん極めた人が乗れる車やから。武蔵。正解。オッケー。武蔵。え？オッケーオッケー。武蔵。どういうこと？なんでわかったの？だからハマー乗ってる人、オレオレ詐欺みたいなくだりあるやんか俺らで。うん、でいや本来ハマーって武蔵とかが乗るレベルの車やからねみたいな。武蔵、どの武蔵？K1 の武蔵。いや、なんでそれが武蔵、なんで武蔵って言ったの？ハマーで。全然そんなイメージもない。なんでわかった？武蔵さんがハマー乗ってるっていうのが俺すっごい知ってたのよ。あ、そう、乗ってたんだ。で、俺の中でハマーをちゃんとした資格で乗ってるのは武蔵やったのよ。乗ってたんだね、だからやってたんだね。そう、うん。で、ちなみにこの時嶋佐がなんで武蔵なのって。そう、そうっすよね。あ、ちゃんと言ってました。よかったよかった。今もなんで武蔵なの？俺の中で武蔵さんがハマー乗ってるっていうのがすごい面白いっていうか、なんか好きやったのよ、その情報が。それを覚えてたのね、そう、自分で。そう。次の問題は、志麻さんのバチバチブログ。バチバチブログ、うん、あれだ、番組がそうあったホームページでやったけど、それは無理よ。からの問題。2000何年よ。俺言ってねえだろ。スタッフさんが言ってたじゃないですか。バチバチブログ。違う、お前がだインタビューしてんだよ、うん、あれ。そうなんだ。各コンビ。志麻さんが1回目放送のコンビ紹介の時、うん、他のコンビは NHK 新人演芸大賞を受賞した実力派、うんうんうん、関西でレギュラー番組を4本持つ人気漫才師とか、うん、ちゃんとしたキャッチフレーズがあるのに、うん、俺らだけ現在〇〇の〇〇〇〇のコンビとして紹介されたもんな。あ、俺これ覚えてる気する。俺もちょっとわかるぞ。現在、一番勢いのあるコンビ。違います。違う、もっとなんか野良犬的な、なんかこう、何でしたっけ、現在何々の何々コンビみたいな感じ。現在売り出し中のなんとかコンビみたいなことですよね。売り出し中が合ってる。合ってる。現在売り出し中の、分かった、俺は思い出した。思い出した。売り出し中の、俺言ってますよね、うん、思い出した。バチバチっすよね、うん、悪ノリ。正解。ああ、思い出した。そんな紹介のでも今思えばね、してくれてたんですよ。そうだね、何のあれが何もないから。だから俺らが一番何にもなかったの、そのプリマさんはあの時ショーレースとかね、大阪のね、うん、で後ろ小さなラブレターさんはキングオブコント決勝行ってる、でデニスさんも笑っていいと思うの準レギュラーとか、まあ、ハーフだし、でカーニバルさんはまあ女性コンビみたいな感じで、俺らだけ本当にもう何もない中選んでいただいたんですよ、うん、ちゃんと突っ込める後ろ小さんだよね、しかもね、うん、売り出し中の悪乗りコンビって何やねんそれ。思い出
出したわ。あ、懐かしいね。いや、ありがてえな、選んでいただいて。そう考えたらオーディション思い出したわ、なんか日置さんが、うん、2013年5月28日パチパチできてる2点。もう何年前やね。8年前よ。これは嶋佐への問題。嶋佐は何をされたら怒るっていう質問に何と答えたでしょう。俺これ分かるかも。いいっすか、うん、鼻とか思いっきり殴られたら怒る。正解。おい、オンエアであった、あった、ありました、ありました。俺は覚えてるわ。覚えてます、覚えてます。あ、いきなり鼻殴られたりしたらさすがに怒りますね。うん、覚えてます、覚えてます。携帯吉本、ニューヨーク、携帯吉本、小中ロック、携帯吉本、小中ロック、ブログ書いてました、ブログ書いてました。小中ロックってね。何それ、え、月1？ いや、不定期で。不定期ってね。いや、みんなブログ書いてたんだよ、携帯吉本で。デビューしたての時ですよ、それ多分。この嶋さんの、それは無理やの俺。ハロウィンの仮装をやるなら他の誰とも被らないような面白いやつで、今のところ考えてるのは〇〇〇ですね。あら、ボケですよ、絶対に。それはむずいな。それは思い出せないな。え、それは何の、いつの、どういうブログなんだろう。まあ、ボタンですもん、買ってこないです。今んとこ考えてるのが、うん、もうお前が今思うボケでいいんじゃないの。なんちゅうふりしてくれてんねん。でも多分じじとかじゃないよな。まあ、武蔵？どう？だから縦軸使うから。武蔵 K1 の。正解は裸やん、ほとんど。正解は千と君でした。これは滑ってる。全然面白くないじゃん。ハロウィンで千と君。いや、違う、多分当時は千と君やってたじゃん。いや、多分絶妙な時期だった。多分そうやな。千と君が落ち着き切った時に書いてる。多分ちょい前なんやろな、千と君が流行って、うん、今誰もやってないっていうみたいなボケをしてます、ちゃんと。そうだな、やめてください。ちゃんとそういう、で、ほんまに福島さんがやったしね。そう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 、その前ってことやな、多分さすがに。さすがにね、福島さんがやっとんのに。それはそうそうそう、やばすぎるもんね。時系列。あ、2015年5月25日吉野部30。うわ、吉ログ30ってすごいな。俺らが毎週月曜かなんかレギュラーでやってた時は、吉ログを毎週ね、今の YouTube の生配信じゃないですけど、吉本のね、で大体月1回な、江戸さんとペナルティさんと喋って、うん、そうそうそう、星野さんと喋ってとか、そうやってたな。はい、嶋佐の、トークの中の問題です。覚えてるわけないです。じいちゃん家が福井県にあるんだけど、マジですごかった、まるまるみたいだった。流れがわからん。ね、じいちゃん家でかいんですよ。あー、そういう意味で、お城、城。まあ正解かな。え、名古屋城でした。あー、おもろくない。おもろい。おもろ、城より全然おもろい。だから大変してます。あの時としますのがおもろい。絶対何々以上って言ったらおもろいわ。何をクイズに集まってもん、正解。お城じゃないよ。名古屋城まで、そのセンスまで覚えてたらよかったね。素晴らしい。面白くないですか、聞きました。それ何年前ですか、言ってあげてください。これは、2015年ですから6年前。6年前っぽいね、なんか福井県の、福井県の名古屋城っていうね。エッジ聞いてね。エッジは聞いてねえよ、分かりやすい。で、俺突っ込めてないじゃん、それ。なんやねんそれとか言うてるじゃん。突っ込むまで書いてないから。福井を名古屋で言うたら分かりづらいやろまで言うてないと思う。2015年8月5日、ニューヨークシティコープスか、うん、トークライブね。はい、よう、やってたな、トークライブ。そう考えたね。屋敷、売れたら店とか出したい、志麻さん出したいね。屋敷、何屋さん、さて志麻さん何と答えたでしょう。俺のその後突っ込んでないですか。突っ込みまで書いてない。うん、ボケてるってことですか。ボケ
してないんじゃないかな。ボケてる店、うん、なんやその当時ですよね、うん、14年アパレルじゃないですか、まあ、アパレルなんだけど。アパレルなんですか。アパレルなんだ、うん、分かった、はい、あ、俺も分かった。古着屋。俺も正解。あその時ね、古着屋いいなって思ってたんですよ。めちゃくちゃ儲かるって聞いて。なんでそれボットにしたんやろ。別に何でもないですよ、会話。何でもいいんだな、ボットって。あー、おもろい。ありがとうございます。なんかほんと軽くタイムスリップした感じありますよ。うんうんうん。あとなんか、ね、古着屋とかなんか分かるのかね。なんでなんですかね。なんか不思議ですね。確かにノスタルジックな気持ちになりました。なんかもう結局今バチバチで頭がいっぱいやわ俺。懐かしい、うん、懐かしい。